えーでは PHP をハックしてオレオレ文法を追加するという発表をさせていただきます。アナトーと申します。えー、まず自己紹介。えっ、ー、とアナトーっていう名前でまあツイッターやったりブログやったりまあもろの活動をやってます。えー、本名久保田光則の、えー、アッシアル株式会社でまあ文系ソフトウェアエンジニアとしてまあちょいちょいなんか PHP をやったりシルバーライトをやったり。 CSharp 用やったり、まあ、なんかなんか何でも PHP 以外にも手を広げすぎて、変なポジションを獲得したりしています。で、Ashar アアで今やってることをちょびっとだけ説明いたしますと、まあモナカっていうスマートフォン開発プラットフォームを作ってます。えー、スマートフォンのクロ,スクロスプラットフォーム戦略っていうことなんですけど、まあ、本来のスマートフォンアプリ開発とか、 では iOS アプリを作るのには ObjectiveC を使ったり Android では Java を使ったりしないといけないわけなんですけど、まあ、こういう2つの OS 向けに同じアプリを ObjectiveC と Java で書くのは多大なコストということで、まあ、なんかこんな感じのクロスプラットフォームな開発プラットフォームっていうのを作ってます、まあ、いクを 使ってネイティブアプリを開発できるような環境を作ってますでまあなんか開発作業は Web 上の ID e でっていうことなんですけどまあこれはブラウザさえあればスマートフォンアプリがまあポチポチブラウザを叩くだけで一発でビルドできちゃうよっていうサービスを作ってますまあ興味が湧いた方はモナカドットモビーすいません異常宣伝でした、えー、今回の発表のアジェンダです、えー ま,あまず一番最初に言語処理系としての PHP の流れというのを説明していきます。なんでこれが必要なのかっていうと、まあ、ちょっと文法を変えたりとか、えー、するのの前提として、まあ、こういう知識をほんのちょっとだけ、まあ、軽く知っておいた方がまがいろいろ楽になりますとでその次に実際にまあ簡単な文法を追加してみるっていうのをやってみます。 この中ではまあ実際の作業や行動とかを紹介しつつ、まあ、PHP の文法とかをどうやって書いていけばいいのかどういう手順でやっていけばいいのかっていうのを一つずつ一つずつ説明していきます、えーまあ、まず最初,最初のつかみなんですけどなぜ PHP の文法をいじるのか、まあ普段皆さんが使っている言語であるから、まあ、PHP をもっと使いやすくしたいだとか えまあなんか僕が考えた最強の PHP を実装したいだとか,なんかまあ他の言語を使っている人になんかバカにされて悔しいとかまあ処理系いじるのが楽しいとかまあ多分、人によっていろいろあると思うんですけど PHP の文法ってどうよと思った人は多分一定数いるというか多分えと他の言語に比べてこういうのがあったらいいのになって思った人は多分そこそこいるんじゃないかなと思うんですけどそういう人ってどれくらいいますか なんか PHP、こういうのが欲しいとか <laughs> まあそこそこいると思うんですけど多分その中で実際に文法をいじってみたぜと思った人ってまあ多分勝手に思ってるんですけど少ないはずと思っていますちなみにいますかねはいん <laughs> でかっていうとまあ言語処理系の実装をみんな知らないまあ言語処理系の実装って大体まあなんか 似たような書き方というか似たようなアーキテクチャでだいたいどれも実装されているんですけど、まあ、それの枠組みを知らないのでちょっとどんなもんかわからないだとか、まあ、もしくは PHP 内部の実装について語られることっていうのがあんまりないと、まあ、そもそも C 言語で書かれたものをいじる気がしないとかいろいろあると思います、まあ、でも文法いじりにフォーカスすれば結構簡単っていうことを今回お見せできればなと まあ実際の枠組みの考え方と実際のまあ手の動かし方を知ればまあできるようになるとこの発表ではまあどんな感じでやっていけばいいのかっていうのをまあ簡単に説明できたらなと思っています、えー、言語処理系としての PHP の流れっていうのをま,あまず簡単におさらいしていきます、まあ、こういう普通の PHP のコードエコーハローワールドっていう ソーースコードがあるんですけどこのソースコードが PHP の中でどんなどんなフェーズを経て実行されているのかっていうのを簡単に説明していきます、まあ、まず最初軸解析、公文解析、コンパイル、実行こういう4つのフェーズを経て実行されていきますこういう概念っていうのはどのスクリプトエンジンでも大体同じです、まあ、例えば Ruby だったり、まあ、Python だったり r u a だったり Parl だったり まあ大体どれも一緒です例えば Ruby だったらここが全度エンジンではなくて YARV になったりとか、まあ、あと Google 製の JavaScript のエンジンの V8 だったらここがバーチャルマシンじゃなくてえとなんか普通の実際,、えー、実際のマシン用のコードへのコンパイルとかに変わったりとか、まあ、各言語ごとに多少 違う部分っていうのは少しだけはあるんですけど大体こんな感じですとでまあ、えー、次、えー、最初の軸解析ソースコード普通の PHP のソースコードをいかのようなトークンの列に分解するプロセスですこれはまあ、えー、とこのこういったコードが実際にこういう感じのトークンの列に分解されていくプロセスです でこれはリーーシーっていう軸解析ツールがあるんですけれども PHP の内部ではこれを利用してえ軸解析機を作っています要するに手で書いたりするわけじゃなくてまあそれ専用のツールを使っているわけですねまあ軸解析の定義の一部をちょっと引用しますと,えとこのコードだと例えばえと if っていう文字が来たら t e f っていう トークンとして判別しますよだとか、LSWIF ていう文字列が来たら TLSWIF ていうトークンですよっていうロジックとかが書かれています。ZendLanguagescanner.l、まあえー、<laughs> ていうファイルにこの定義が書いてあるんですけど、まあ、キーワードとかトークンの定義がこ、えー、延々と書かれています。でその次、公文解析。 え先ほど軸解析した結果のトークンの列をあらかじめ定義された文法で解釈するというプロセスです、えー、バイスこれもまあえさっきの軸解析と同様にバイソンっていうえ構文解析のツールを利用しています、えー、こんなまあえとちょっと簡略化したやつなんですけどまあこういう文法定義から C のコードを生成しています まあこれは実際の、えー、っと PHP の文法の定義なんですけど、4、ま、分、あの定義であったり、えーっとまあ、スイッチ分の定義だったり、ブレーク分の定義だったり、こういうのが延々と Python のメタ言語で記述されています。えー、で、まあ、この公文解析。 軸解析も構文解析も外部のツールとかを使っているのでそもそも C 言語とかそんなに別に理解しなくてもこのリーツー c っていうツールとバイソンの使い方あバイソンっていうツールの使い方を知れば要するに文法とかは結構簡単にいじれちゃうよっていうことですね。で3番目全度エンジン用コードへのコンパイル。構文解析の結果として 構文解析した後に全、えーまあ、度エンジンへの命令の列へとコンパイルされます、まあ、どのコーでも最終的にはこの命令の列へと書き換えられるわけです、まあ、命令の種類は、まあ、ちょっとこの辺にバーっと以下ずっとダーっと続くんですけど、まあ、なんか150種類ぐらいありますここの全度アットとかは、ままあ、すごい分かりやすいんですけど足し算足し算する命令だったり、まあ、引き算する命令だったりとか、まあ、いっぱいこういう 命令が全度エンジンの中に定義されているわけです。で、最後に全度エンジンの実行関数が命令列から命令を一つずつ評価していく。で、最終的に PHP のコードが実行されるわけです。えというわけで、まあえー、PHP がどんなふうに実行されていくのかっていうのをすごく簡単に説明いたしました。 次から実際に簡単な文法を追加していきます。えーまあ、なんかクロマジス的なハックとかちょっとかっこいいんですけど、僕もそんなにできないっていうのもあるんですけど、今回では、まあ、簡単な文法を追加しつつ、それを説明していきたいと思います。で、まあ、ちょっとそれの前の前準備、PHP のコードをメイクできる状態にするっていうことで、ま,あ、まず最初に、まあ、ソースコードを GitHub から取ってきて、 ビルドコンフっていうスクリプトを叩くと、えー、コンフィグスクリプトが生成されますのでその後にコンフィグスクリプトを叩いてもうすぐ、えー、ビルドできるようにするという、えーまあ、前準備ですまあなんか必要なツールとかマニュアルとかにどうやってビルドすればいいのかっていうページとかに書いてあると思いますのでそれを参考にしながらやっていってください でまえー、ハローワールド構文をじゃあ、えー、一番最初に追加してみます。まあ、単にハローワールドって書いたら、ハローワールドと出力する構文の追加です。まあ、誰も嬉しくない構文なんですけど、まあ、簡単なので実践しやすい、まあ、一番初めの一歩と。最初に当群の定義を追加して、その次構文の定義を追加して、ハローワールドと出力するコードへのコンパイル処理の追加っていうこのまあ3つの作業をやって、こういう構文を を追加していきます、まあ、まず最初、トークンの定義の追加。これはまあ先ほど言ってた Re2C ーーーていうツールのメタ言語を用いて、まあ、こんな感じでハローワールドっていう、えー、キーワードを追加しますで。その次、構文の定義を追加。これも先ほど申しました通り、バイソンというツールのメタ言語を通じて、 えーまあえー、t h e ハローワールドっていうトークンを使いますよっていう宣言を追加した後に実際の文法を追加していきます、えっと、この z e n d o d o h e ー l o w o っていうのは、まあえっと、この公文のための、まあ、コンパイル処理の関数をここで同時に追加していますで最後に、まあ、公文用のコンパイル処理を追加 全度コンパイルドット C に追加するんですけど、ちょっとこの辺はコードが多めなんです多めでちょっと分かりづらい感じもするんですけど、どういうことをやってるかっていうと、HelloWorld ーーと表示するオペコードを生成、例えばまあここの全度エコーなんかは文字列を出力する命令、でそれのえーと引数に HelloWorld ーーっていう文字列を与えてる。 与えて、まあ、そういう行動を生成するというようなコードです。で、実際の、まあ、関数を追加して、ヘッダーファイルにも関数の宣言を。追加して、メイクして、試してみますと。まあ、なんか簡単にできた。 例えばこ,こんな感じでメイクコマンド叩いてまあビルドできたので実際に試してみるます、まあはい、はい、誰も嬉しくないですね <laughs> えまあこんな感じで文法の定義がちょっと追加できましたと。 でまあその次、えー、さっきはまあ単なるハローワールド構文とかいうよくわかんない構文だったので次はもうちょっと構文っぽいなんかループ文を作ってみますまあなんか4文とかホワイル文とかまあいろいろループ文があるんですけど、まあ、ここではまた簡単にまあなんか無限ループする構文っていうのを作ってみますちょっと下の方はみたか えまあ先ほどと同様にキーワードを追加して公文の文法定義を追加してコンパイル処理追加っていう先ほどとまあ同じような工程を経て実装していきますまあループキーワードの追加ここはいいですねまあ先ほどと一緒なので,でまあその次もまあほとんど同様ですループっていうトークンを使いますっていうふうにバイソンのメタ言語で宣言してまあこううい こういう風な形でループ分の宣言も追加すしていきます。で、全度 d o l o ープ b e g i n っていうのと全度 d o l o ープ e n d っていうのは先ほどの全度 DoHelloWorld 関数と一緒にまあこのループ分のためのえと命令列を生成するというようなえまあ処理の関数を呼び出しています。まあ、実際の 構文のコンパイルションの追加がこのような形になります特にコードを生成しているわけではないんですけど、まあ、自分が自分がというかこのループ構文の前の部分の位置を保存していますでその次にループ構文の最初にジャンプするコードっていうのを生成します、えー、ここではまあ先ほど保存しておいた、えー、と 先ほど保存しておいたループ構文の最初の位置に飛ぶ命令をここで生成しています。まあ、ここの全度ジャンプっていうのはまあ飛びますよ、えーとまあ、指定した位置に飛びますよっていう命令です。で、まあ、これも先ほどと同様にメイクして試すと、えー、試してまあこういったコードをすると、ほげが出力され続けるという全く意味のないコードが。 <laughs> 動くわけですけどまあ良かったですねとでえまあその次は Ruby っぽい無名関数リテラルを作るまあファンクションってわざわざ打つのはすごいだるいよねっていうのはまあ多分1人か2人ぐらいは多分思ってると思うんですけどまあこういうような Ruby のブロックっぽい無名関数をリテラルを作っていきます でこれとかはすごい簡単で文法定義を書き換えるだけで、まあ、すぐ実装できたりします、えー、と先ほどっ、えー、とバイソンの、えーえー、とバイソン専用のメタ言語で、まあ、またこのようにこういう感じのちょっとまあなんか関数とかよくわからん記号が多めでちょ若干わかりづらいんですけどこういう定義を単に 追加するだけでこのさっきのこういうブロック構文とかが実装できたりします、まあ、メイクして試してこんな感じでできたりします、えー、最後にまあスカラっぽく関数定義できるようにするこの中でスカラ触ったことがある人っていますかあ,あんまりいない <laughs> えまあなんかスカラっぽく関数 スカではまあなんかこういう形で関数を定義できるんですけどまあ短い関数を書くときにわざわざリターンとか並括弧とか使わなくてもいいから便利だよねっていう構文なんですけどまあこれも先ほどの Ruby のブロック構文と同様にこんな感じこんな感じっていうとちょっと適当なんですけど関数定義の文法を以下のように書き換えるとすぐに実装できたりします。えーと まあ、ここの並括弧を使っているような文法とかは普通の関数定義のやり方なんですけどここでは同時に、えー、とイコールを使って関数定義できるような文法を追加しています。でまあ、これも先ほどと同様にメイクして試すと、まあ、普通に出力されてよかったですねという話になります。えーとまあ 先ほど4つぐらいまあ構文を変更するようなコードを紹介してきましたがまあ今の内容は GitHub アナトースラッシュ PHP ソースに実際のコミットやらが置いてありますでスライドとかはドットー .jp p h p c o ン2 0 1 1にスライドを置いております、まあ、その他、えー、まあ中身を見ることは必要、まあ、どういうことかと申しますと、まあ、バイソンと B2C の使い方さえ覚えれば何でもできるかって言ったらまあ案外そうでもなかったりするのでまあ C 言語のなんかよくわかんない関数とかをガンガン潜ったりする必要があります、まあ、えと僕がどんな感じで読んでるかっていうのをほんの少しだけ説明するとまあソースコードリ,リーディングには GNU グ,グローバルっていうえまあ関,数関数がどこにあるかとかもしくは構造体の定義はどこにあるかっていうのをすぐに教えてくれる ツールがあるんですけどこれを使いつつソースコードリーディングはやってます。まあえー、とあと実際の動きを確かめるっていうのには、えー、ちょっとソースコードリーディングだけではこの動きって一体どうなってるんだろうっていう部分がありますので、えー、実際にこれは GDB を使って試すとすごい分かりやすかったりします。あと、まあ、開発効率化。 えと時にはまあメイクを何回も何回も打ってコンパイルしてまあなんか試したりとかする場合もあると思うんですけど C キャッシュっていうツールがあってえとこれをコンフィグコンフィグじゃないえとコンパイル時に使うとまあ若干コンパイルが速くなるのでまあち,ょっとちょっとだけ開発が効率化できて便利ですよっていうことですね。で、えー ともう時間も迫ってきたんでまとめなんですけど PHP では軸解析、公文解析にリ2 c Bython ていうのを使ってますとでそれの使い方さえ覚えれば先ほどえのまあ実際の文法の追加だったり変更のように PHP の文法も簡単にいじれるとあとまあこれえっとまあなん PHP とかまあスクリプト言語とかガシガシ書いてたりするんですけど まあ、こういう、なんだろう。普通の言語じゃできないことというか。まあ、なんか、よくわかんないところ、なんか探ってると、結構、これは楽しいですよ。というような感じになります。はい、すみません、ご清聴ありがとうございました。えー、あなたさんありがとうございました。えー、お時間、ちょっとぴったりなんですけど。<laughs> 一問だけ、ご質問、ある方、いらっしゃったら、お受けできますけど、いかがでしょうか。あ、受けて、よろしいですか。質問を受けて。あ、はい、大丈夫です。はい、いらっしゃる方い、いらっしゃいますでしょうか。 お願いいたします。<laughs> 勘違いでございました。申し訳ございません。他にいらっしゃいましょうか。あ、はい、お願いいたします。あ、えっ、ー、と。こういうの、すごい面白いと思うんですけれども、はい、えっと。こういうふうに自分で P. H. P. を作り変えてしまうと、その P. H. P. じゃないと動作しない。はい PHP スクリプトがいっぱいできてしま,うしまいますよね。あはい、その通りです、えっと。そういうものって日常、例えば、えっと、お仕事とかで使うことってどう,どうなんでしょう、どうお考えですかああ、いや、仕事で使うことは別に全然前提としてないので、ああ楽しいなとか思いながら、<laughs> <laughs> やっぱりそうですよね <laughs>。<laughs> まあ,あと、なんか、僕は最近、なんか Java でテンプレートエンジンとか作ってたり、仕事でやってた時期があったんですけど、まあ、 こういうような知識が、その実際の仕事の時に活かせたりとか、いろいろあります、まあ、実際、なんか技術が役に立つから作るっていうのは、なんか若干おかしくて、なんか面白いから、なんかこういう技術を追っかけるっていうのは、全然、まあおかしくないというか、仕事で使えないから全部だめだよねっていう感じでは、僕は特にやってないですね。ありがとうございます はい、えー、ありがとうございました。えー、それで,ですね、最後にあのあなたさんにもう一度大きな拍手をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。